今なら緑の悪魔こと効果傭兵師団が当たるドイツ軍師団全史解説後編ハッチもあるよ。これさっきからゼイローで敵前逃亡した第9効果傭兵師団しか出てこないけど詐欺か。はにかんでないで何回へ。はい、前回の続きからで陸軍の師団について。後編1番目はこれ、騎兵師団。流行りのタイムスリップものかな。しばくぞ。編成は時期によって異なるが2個騎兵連隊と1個騎兵砲兵連隊が中心。開戦時には第1騎兵師団のみがあったが、それも41年に装甲師団に改編され、騎兵師団自体なくなったが、戦争後期に第3及び4騎兵師団の2個師団が編成された。で、どちらも今進めてるコンラート作戦に参加している。はよ続き上げろ。うるせえ。で、騎兵師団といっても、塹壕と鉄条網に騎兵突撃するわけではなく、移動手段として馬とチャリを使っている師団である。余談だが、この2個師団は本来余談として編成されたが、後に師団に格上げ、なお配下の部隊は1個も増えてない模様。ええ。で、発議、砲兵師団。この師団は43年10月に砲兵の集中運用の試験として編成され、すでに取り上げた第18装甲師団から改編された。3個砲兵連隊と様々な支援部隊から編成され、第88砲兵連隊は軽榴弾砲、第288と388砲兵連隊には本来軍団砲兵にしか配備されない21センチ級砲と17センチカノン砲が配備されていた。軽榴弾砲の一部は自走化されており、迅速な火力支援が期待されていた。しかしまあ自衛手段が歩兵大隊と突撃砲大隊しかなく、43年末にソ連戦車の奇襲を受け甚大な損害を出したり、砲が不足しただの歩兵として戦ったりと効果的な運用ができず、最終的に師団は44年7月末に解散。ゆっくりはよくホイホーでこの師団を作って遊んでる。その情報いらん。ちなみに第18砲兵師団の他に第309から312砲兵師団もあったようだが、使用履歴がほぼ残ってなく、所属部隊も他師団の指揮下であったりと、実際に編成されたかどうか疑問に残る。わえ、後で調べてまとめてくれ。切れそう。はい、次陣地師団。また末期集が、と思いきや実派西部戦役中に創設された師団。この師団は40年に4個編成され、フランス軍の攻撃に備えライン川上流に配備された。だが同年6月にフランスが即死したため用済みになり解散。編成自体は歩兵師団と大差なく、歩兵連隊3個と砲兵連隊1個だが、対戦車大隊や工兵大隊が抜かれている。次、文字付き師団。だそれ。この師団はアーベイツェイデーの5つが編成され、内容としては回復した負傷兵をギュッとして師団としてもう1回前線に送るために作られたもの。おい待て、回復した負傷兵はそのまま所属していた師団に戻せばいいだろ。その師団がなかったら、あ。ってことで、一度に多くの死者と負傷者を出した場合、その師団は解散され、生存者は他の師団に分割配置される。死者に関しては再度利用できないが、負傷者は回復次第参戦できるが、帰る師団がない。そのためにこの師団が作られた。で、人員が揃い次第名前を変えて前線にぶち込まれるわけ。ただ前線の部隊ですら装備足りてないので、これら師団は主に露覚した装備を使用、また前線に送られても戦争後期で前線戦劣勢、そのまま2度目の壊滅を迎えることも珍しくなかった。うわぁ。次、特殊師団。というか師団というより特殊部隊。なんか一部界隈で有名なブランデンブルク。この部隊はいわゆるドイツのコマンドというもので、敵地に侵入したような妨害工作を実行する。ただ44年になると前線の人員不足、ヒトラーの国防軍への不信や特殊作戦が SS に引き継がれた等の理由より、ブランデンブルクの人員は正規師団に編入され、新たに装甲敵団兵師団ブランデンブルクとして活動することになった。この際ロードス突撃師団の部隊が当師団に編入された。で、発議、特殊師団、放送事故か。正式には特殊な用途のための師団。と大層な名前がついてるが、別にそうでもない。何せ V1 から V4 が帝国労働局師団で、 V309 は第309砲兵師団。そして V609 はブレスラウ守備隊。またアフリカに派遣された部隊にも V がついていたが、これは後に第90系師団になる。以上終わり。次。な、適当な。混合師団、陸軍と親衛隊あるいは空軍が珍しく協力した部隊。空軍と協力したものとしては、フォンマントイフェル師団が挙げられ、これはドイツアフリカ軍団がチュニジアに追い詰められた時に編成されたもので、配下に陸軍の部隊の他空軍所属の効果傭兵も入っていた。親衛隊と手を組んだものとしては、ケンプフ装甲師団が挙げられ、
ポーランド侵攻時に東プロイセンで編成され、兵力は通常の師団の半分しかなかった。そしていろいろやらかした。内容は聞かないでおくわ。そして異色なのが報復兵器使用のための師団。この師団は V1 から V3 が編成され、親衛隊と陸軍の人員が合同で V2 ロケット及び V3 ポンプ砲に従事していた。V1 飛行爆弾は、あいつは空軍所属、だけど45年1月に陸軍に所属を変更した。そもそも V2 は陸軍所属だったが例の暗殺未遂事件のせいで親衛隊が VV 言わせるようになった。そして案の定戦争末期になるとこんなおもちゃで遊んでる場合じゃなくなって、装甲敵弾兵師団として再編成されて前線に送られる予定であったが間に合わなかった。はい次こいつら。お第80傭兵師団はさっきピックアップガチャで天井まで引いたら出たぞ。ほらすごいだろ今までにないグレードで UN らしい。何は露天だ。はい UN は、嘘やで。の UN です。は。こいつらは全部書類上の師団で実在しません。残念。ちなみに第80傭兵師団は180人所属してるよ。よかったね。詐欺じゃねえかクソだ。敵を騙すには味方からってね。はい騙されたアホはさておき次、スキー傭兵師団。登山のみならずスキーまでやるのか。スキー部隊は41年42年の冬季戦の経験から設立され、当初独立した大隊が12個設立された。これらは独立運用する余裕もなく、通常の歩兵として前線に送られ、配属を変えながら前線を転々とし、その多くが全滅し残った6大隊の残骸からスキー旅団を形成。44年6月に対して編成を変えずに師団に昇格。配下に突撃銃を装備した突撃小隊が4個、そして銃スキー大隊とかいう変な名前の大隊には自走榴弾砲と鹵獲した T-34 があったりといろいろ癖が強い。ただ時期が時期なので師団はその能力を十分に活用できなかった。いつもの。はい次、空挺師団。あ、敵前逃亡するやつ。降下傭兵とは別だてか降下傭兵は第5までは精鋭だろいい加減にしろ。空挺師団は降下傭兵の活躍を受けて編成され、第22歩兵師団から改編そして第91空挺師団が新設された。第22空挺師団は定期諸国侵攻中にグライダーで降下。ただそれ以降は使われなかったので歩兵師団に戻された、終わり。適当すぎる。はい次強度防衛師団。名前からしてあかん。人員は徴兵された一次大戦の経験者。なんてこと。なんなら年齢的にきつい人もいた模様。もう終わりだ。ま、この師団は総動員後に1個のみが編成され、それも40年に通常の歩兵師団に改編されてる。そもそも強度防衛軍は占領や防衛が目的なので前線送りにはならない。よかった前線に送られたおじさんたちはいないんだ。なお45年にパンツァーファウスト1本も足されて国民突撃隊にぶち込まれる模様。あかん。はい次、これが陸軍最後。影の師団。なんだその中に臭いやつ。この師団名はあくまであだ名であり、本来は師団が編成された訓練場の名前を名乗っていた。師団の実情としては前線で壊滅した師団であり、これを師団として再編し補充次第前線に送られる。ただ編成が終わる前に送られたり人員型の師団に分割されたりと末期になるにつれひどいことになる。負傷者は文字付きで健常なものはこっちか。ま、そういうこった。他に外国人部隊があるが面倒だし編成は通常の歩兵師団と対して変わらないので割愛。面白いとこだとスペイン人義勇兵からなる第250歩兵師団とか、自由インド軍団とか自由アラビア軍団とか。自由アラビア軍団に関してはナチが黒人差別的なのに黒人兵士起用したりと意味がわからん。解説動画にあるまじき投げやり。というか国防軍は法律上ドイツ人以外入れないからこやつらの扱いに困る。ではようやく空軍に入るが時間がないので降下傭兵師団だけ紹介する。あ、敵前逃亡、うるせえ。降下傭兵師団は当初秘匿のために航空師団と名付けられた。隠れてなくね。いや普通に飛行機飛ばす部隊は航空師団だから。で結局降下傭兵師団に改名されて、対戦初期から空挺降下で VV 言わせてた。で調子乗ってたらクレタで大損害を被ってそれ以降ほぼ空挺降下しなくなってただの歩兵師団とかした。ただの歩兵師団が緑の悪魔呼ばわりされるわけが。そりゃ空挺降下の訓練を受けてるってことは当然敵地で単独行動できるよう訓練されてるわけで、そんな訓練を受けてる奴らが常人なわけがない。ただその訓練を受けたのが第5降下傭兵師団までなので。残りは。はは。編成は対戦中期以降だと歩兵師団とほぼ変わらない。ただ降下砲大隊がついてるのが特徴。
また装備も特殊で、ヘルメットは空気抵抗を軽減するよう短縮され、戦争中期以降には自動小銃である FG42 を装備するようになる。このヘルメットはスキー師団でも使用され、なんなら戦後特殊部隊でも使われた。はい、今回はここまで。次は空軍の続きと海軍と親衛隊を、できたらいいなー。ではさようならー。あれこれ前後編じゃなかったの。